はい、今日はね、今から何か新しい洋服をゲットしようと思っておりますね。今から買うんで、今からさ、買うからさ、ちょっと撮ってよ。もちろん。はい、お任せください。ちなみになんかおすすめある？おすすめ、うん、新作でいいんじゃないですか。新作か。僕が動画で紹介したこのロンティーとか。ああ、そうだね、そうだね。この辺は持ってないね。いや、でもさ、買おうとしてたんだよ。ちょうどいいかなと思って。うん、どれ買おうとしてました？黒かな。黒、何色がいいと思う？え、黒がいいって思ってたんですよね。あ、黒がだとしたら、変に僕が違う色を言って悩ませると遠回りになるから、ここは合わせた方がいい、早く売れる。黒、俺も黒がいいと思いますよ。いや、あえて嘘ついた。嘘ついた？何の嘘？黒って言って黒を勧めないで違うのを期待してた。あ、なるほど。じゃあせーので。だとしたら、黒を俺が黒って言われて黒を勧めたら違うのを求めてたから、だとしたらパーカーでなんかこの色がいいって言ってますよね。あ、そうだね。いや、俺今心の声なんで入ってこないでください。難しいな。うん、だとしたらこれを言ってたから、このロンティーでもこのカラーかな。あ、おすすめこれですよ。お、このカラー。そうです。え、正解です。正解。うわ、ちょっと合わせてください。これを俺も実は決めてたんですか？選ぶんじゃないかなと思ってた。あ、僕が。どうですか？淡い色好きですね。あわやあわや、あわれあわれみたいな。シンプルがいいじゃない。シンプルイズベストってやつですか。パーカーはね、ほら見てあれ写してあるね。ちょっと白とグレーで見えにくいよね、プリントが。うん、これがいいんじゃないですか。いや、はい、ディスった。ロンティーがいい。じゃあだからシンプルでいいね。これはちょっと一緒かなと思ったらカーキが入ってるね。あるちゃんと、XL。XL ありますよ、これ。じゃあこれ。ちょっと合わせてみてください。いいですよね。うん、いいね。いいですね。やっぱなんかこう、気持ちよく買ってくれる方が、こっちもね、いいので。かばさするくらい。そう、そうならないようにしてくださいよ。自分からもう自ら今日みたいなパターンが一番いいですね。なるほど。OK。動画的には買わしてる方が面白いかもしれないですけどね。スムーズに買うパターンも良くないですか。だからこれからね、自ら申告してと。申告、まあまあそうしてください。はい、これで、これでいいですか。はい、じゃあ持て。嫌な、コロナなんだね。誰がコロナじゃん、誰がバイキンじゃん。これね、カードですか、現金ですか。現金だな。現金、うん、今、所持金いくらですか。はい、トメタキシの財布の中身チェック。俺も2万円ぐらいあるよ。あ、絶対嘘、見せてください。絶対嘘、見え張ってる、見え張る。ちゃう、さっきは20万ぐらいあったけど。なんで？ん？なんでいつも入ってる10万ぐらいは。出た、とんでもない嘘をついてます。なんでよ。え、持ち歩いてないの逆に。いやいや、持ってないです。だってこの前30万あげたじゃん。何の話。すごい嘘つきがいます、ここに。はい、いくらで入ってますか。ほら、2万入ってるよ。1枚だな、財布ボロボロなんだけど。そうそうそう、はずいやし。はい、もうちゃんと見せてください。お、2万。財布は見ないでよ、ほら、はい、財布はちょっと恥ずかしいそうなんで。そうそうそう、まあ、一応タトゥーだからね、ボロボロだけど。あ、アメトラ、ほら2万3000ありますね。ちょっと見せてください、こう見せてください。はい、
ほら、ほんとだ、マジだ。今日は少ないよ。なんの嘘、なんで嘘つく、なんで。あ、お金持ってるキャラにしたいんですか。いや、お金ってあるもんでしょ。やば別にもアピールとかじゃなくてね。ああ、そうですね、はい、そうですね、はい、早く。すごっ、お金持ちだな。お金持ちじゃないよ。貯金暮らすか。トミタクシの貯金額チェックのコーナーはい、やってまいりました。貯金絶対教えん教えてくれないの。まあ5000 5000 分かる、万かもしれんよね。ああ確かに、億かもしれんし。5000億5000円かもしれんし。やば、5000億か5000万か5000円絶対5000円でしょ5000かもしれん、1円より5000、あら、0.5 円。そうそうそう、5000億あったら何します。仮に5000億あったら何します。何か買いたいものあります。5000億あったらお家。あ、お家、お家、お家か、いや、いらんか。車欲しいね。あの車、あ、あの高級会社乗ってみたいね。自分あまりさ、車ね、知ってると思うけど、あまり何乗りたいですか。好きじゃないから。え、ランボルギーニ。ランボルギーニの、あそこまでわからん。あ、やっぱ通な人はランボルギーニの何々なんでしょう。もちろんだってランボルギーニってメーカーの名前言ってるだけですね。トヨタみたいな。ああ、そういうことね。あ、そうなんだ。そうです、車種じゃないんだ。車種じゃない。なるほど。ランボルギーニ、ウラカンとか、なんだっけ。じゃああれ、ロールスロイスもメーカー。もちろん。あ、じゃあロールスロイスはファントムとか、なんだっけ、ゴーストとか。すごいね。フェラーリもそうっすよ。あ、フェラーリも。フェラーリももちろん車種いっぱいあります。カリフォルニアとかスパイダーとかいっぱいあります。ベンツは確かにわかる。メルセデスベンツ、はい、それもメーカーの名前です。うん、だからメルセデスベンツの、例えば、なんか、はいはい、なんだっけ、S なんとかとかね。全く知らんね。そう、なるほどね。高級車に乗りたい。乗ってみたいね。でも25,000円じゃ買えないですね1日レンタルぐらいならいけそう。2万円で25,000円あれば。5億だったらもう、でもね、すぐなくなっちゃうね。だって何千万じゃん。あ、そうっすね。5,000万っすよ。5,000万あれば。5,000万あればそのレベルか。持ってる人って相当だね。じゃあ、はい、こちらになります。はい、ありがとうございます。はい、足りないですねやば、人カメちゃんと払えよ。主戦度すごいお金にうるさいからね。お金にうるさくもないやつはお金に泣きますから、ね、確かに。ちゃんとしないと。お金は一番ちゃんとしないといけない。そうですよ。みんなお金が原因で何かトラブルがあるの。確かに。そこはちゃんとしないと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これどうします、置いときます。じゃあそのまま、ね、持っていきます、うん、ありがとう。はい、ありがとうございました。またね、気持ちよく買ってくださいね。うん、あの、またお願いするね。はい、いや、でもいい買い物でしたよ。ありがとうございました。はい、帰ってください。は、買ったらすぐ出る立ち去れGet away! 、じゃあ返します。はい、カメラ。はい、どうぞ。見て。
ってください。あのもうさっさとレジに戻りよった用なしみたいな怖いかな。はい、皆さんゲットしました。おしゃれななんだっけ、レイヤードロゴボンディング T シャツナチュラルカラー XL。 あのね、明日これを着てね頑張るんでよろしくお願いします。ニュータケシありがとうございます。はないのか。ありがとうございました。